オドアイ109チャンネルです。ご視聴ありがとうございます。このマスクの内側っていうのはグリーンゾーンです。顔、マスクで隠れてた部分もグリーンゾーンです。じゃあ首はどうなの、おでこはどうなの。おでこ、髪の毛、そしてこのマスクをしてた顎で隠れてた部分まではグリーンゾーンですけど、その下の部分、これは台なので顔の部分しかないんですけど、この下の首の部分ですね、顎から首にかけての部分の皮膚っていうのは飛沫を浴びてる可能性があります。特に電車の中とか人混み、そういうところを通ってた時はマスクのおかげで吸わないでいたけれど、マスクがない部分には付着している可能性があるので、これ花粉も一緒なんです。花粉も基本的にいろんなところに付着するので、いや、これをやっちゃうと、ここまでこうやっちゃった時点で内側に花粉だと、これで戻すと壁面にすぐクシャンクシャン出ちゃう時があるんですよ。首にもつきますから、空中に浮いてる花粉っていうのは。だからこれをやると、いかにもう吸っちゃうんだなというのを肌身で体感できるんですけれど、今回のウイルスの場合だとすぐに今吸っちゃったというのを体感できません。見えない相手です。それは花粉も見えないんですけれど、その代わり吸ってしまうと症状がすぐ出やすいのでわかるんですが、この行為をすると吸っちゃうんだな、今吸っちゃってたんだな。ウイルスの場合それがわからないんですね。ついついこれを、このズルズルっていう、これをやっちゃってる方、今街中ですごく多いんですけれど、ちょっと携帯で電話をかける、なんか飲む、大きな声で話したい、そういう時にこれやっちゃうと、もう内側に首に飛沫がついてた場合はに内側がレッドゾーンになってしまいます。なのでこの首下ろしは。ご視聴ありがとうございました。